1893年、東京の下町に生を受けたが、母親が病弱。1895年、口減らしのため養子に出されるが、養母にいびられまくる。1900年、養母が、お前は小学校には行かせない宣言。長重労働家事をミスると飯抜き。1901年、ある盲目の女性の紹介により、でっち奉公に出るが、養母がたかりに来る。1911年、18歳で独立。ここでようやく両親が他界していたことを知る。1912年、実の兄と対面、兄弟で会社を設立。独立資金50円のうち、40円は借金。1922年、働きすぎによる過労で倒れる。血清注射による治療で危うく命拾い。1923年、関東大震災発生。ここでも九死に一生を得るが、妻と二人の子供は死亡。工場も焼失。債務返済のため各種の特許を売却。再び一文無しとなる。1924年、新天地大阪で会社設立。旧従業員数名が手弁当で無理についてきた。給料を払えるかどうかわからないんだ。東京の方が復興需要で仕事があるぞ。社長、誰が給料欲しいなんて言いました。1948年、物不足と金融引き締め政策により経営悪化。可愛いお前たちの首を切ってまで会社を存続させられない。再就職先は死んでも俺が見つける。心配するな。社長、この会社がなくなるぐらいなら、それこそ死んだ方がマシです。1950年、倒産の危機。なのに盲人を雇うための会社を設立。あの時あの盲目の女性から受けた恩を忘れたら、俺は人でなくなってしまう。従業員もなぜか賛成。それでいいんです社長。それでこそ社長とこの会社です。1962年、まだ会社は油断できない状態なのに福祉会館を設立。人を愛することは自分を愛することと同じだ。従業員もなぜかさん。1970年、社名をシャープ株式会社に変更。シャープ株式会社創業者早川徳次。